はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、ご質問いただいてたことについて回答していきたいと思いますので、質問くださった方、だけではなくて、もし同じ悩みをお持ちの方はぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは早速回答していきたいと思います。関係ないんですけれど最近ですね、ハリーポッター見に行ってきまして、ボルデモートの杖買ってきましたこれね、ちっちゃい頃から、もう小学生の頃から欲しかったんですよね。はい、ちょっと杖使いながら魔法でね、育てられたらいいんですけどね。ちょっとこれで説明しますね。はい使わせてください。これぐらいしか使うとこないんで。今回どんな質問をいただいたかっていうと、こんな感じのご質問をいただきました。質問してくださった方ありがとうございます。私はね、まだそこまで困ったことがない、あるんですけれど、今はそんなに困ってなくて、直接的に何かこうするっていうことはできないんですけれど、私の考え方とかをね、ご紹介できればなって思います。第一に、ウツボカズラを購入された方、一鉢しかお家にない方ね、はもうどちらかを決めなきゃいけないですね一つはもうめちゃくちゃ大きな場所を準備する。もう絶対何年後かにはどんなウツボカズラも基本的には絶対場所足んなくなるんですんごい大きくなるんですよね、ウツボカズラって。縦にも横にも。で、袋自体も物によってはちっちゃいものもあるんですけれど、基本的には大きくなりますよというのを前提に、もうゆくゆくは大きい場所が必要になってくるわけですよ。っていう選択肢を取るか、切り戻していくかのどっちかしかないわけですよね。で、別に大きくしたいわけじゃなくて、育てたいんだっていう方は切り切っていけばいいと思うんですよ。で、切り方もいろいろあるんですけれど、うちにはね、挿し木をしている子がいないので、なんとも言えないんですけれど、例えばですよ、これ今、これとこれ2つね、株が出てるわけですよ。で、ウツボカズラって株分け難しいらしいんですけれど、ちょっと私やったことないんで分かんないんですけれど、例えばもうこの子がでかくなりすぎちゃってる、こっちの子ね、こっちの子がでかくなりすぎちゃってるから、 これのどこでもいいですよ。できれば 2,3 節残してあげるといいってよく言われるんですけれど、節ってこれね、この根元が何個か残るようにカットしてあげると、それをね、鹿沼土とかに刺しておけば新しく芽が出てくるんですよ、ウツボカズラって。挿し木とかはそのうちと動画撮りましょうか。2回ぐらいやったことあるんですけれど、それをやって、で、最悪この挿し木が別に枯れても、この脇に出てる子さえ生きてれば、この子自体は生きているということもできますので、一旦もし株分かれとかしてるのであれば、ちょっとパツッと成長点とかもがっつり切っちゃっていいとは思ってます。ただもう1個しか成長点なくて、それでも高さが出てきちゃってもう育てられないってことでしたら、新しく育てる場所を作るかどうするかって感じですよね。で、幸いにも何を育ててるかを聞いたので、答えやすいんですけれど、これは新たですね。新た、ちょっと盆栽チックに植えましたってやつなんですけれど、新たはね、比較的もう常温常湿でいける子なんで、こうやってめちゃくちゃ乾燥してるけど全く問題なく育ってますし、グラシリスもね、私の認識ではそんなにめちゃくちゃ高湿度を要求してきたりとか、めっちゃあったかい環境必要っていう認識はないんですけれど、どうなんですかね。一応基本的に市販のウツボカズラって、そんなにめちゃくちゃ湿度必要とか、めっちゃあったかくないとダメっていう子はそんなにいないと思ってます。詳しいこと言うとね、詳しい方々にいろいろ言われちゃうんですけど、もちろんアンプラリアとかビカルカルタとかはやっぱりあったかいところじゃないと難しいんですけれど、基本的にはそんなに難しく考えずに、
もし可能ならちょっと春先常温常湿で育ててみるのもいいんじゃないかなっては思ってますね。水槽の中で管理しきれないんだったら、あのね、結構大きくなっちゃえば、もうこの子自体に結構体力がつくので、体力がつくとね、まあ、外にいきなりボンはちょっとあれかもしれないですけれど、まあ、窓際の光で育てるっていうのも意外とやってみるとできたりするんで、まあ、湿度気になるかもしれないんですけれど、ちょっと試しに置いてみるっていうのもいいのかなっては思います。やっぱこの子なんかはそうで、うちの中で一番こう上にでかいウツボカズラなんですけれど、やっぱり水槽とかではもう管理しきれないので、まあ、こんな風にもうおしゃれに飾って、で別に袋を楽しむってよりかはこの形を楽しむみたいな感じの育て方で一応やってますね。で一応こういう常温常湿の育て方も一応ありますよというところだけ知っとくと、いざという時に、まあ、まあここでも大丈夫かなっていう判断ができるかなって思います。まあね、うちではね、相対の大きい子たちは基本的にはこの衣装ケースで管理をしてるんですけれども、水槽栽培きつくて、まだね、普通に面積があるんだったら、衣装ケースはすごいおすすめかなって思ってます。衣装ケースってね、すごくいいところがあって、やっぱ湿度を保つの簡単だし、高さ出せるから結構いろんな植物入れられるし、LED もね起きやすいっていう、まあ、結構ね、あ、これはでも観賞向きではないですけれど、栽培向きな発想なんですけれど、衣装ケースを使ってあげるっていうのは結構いいと思います。寒がる子とかね、もううちのアグラオネも今ちょっと寒がりすぎてカラッカラ葉っぱがもうしなびれてるんですけれど、一応脇芽の方はめっちゃ元気にねできてくれてるんですけれど、まあ一応寒がる子に対してもちょっと蓋してあげたりとかすれば、多少ね、あの無加温の中でもまあこんぐらいしてあげればいいかなぐらいな感じで、寒がっちゃうっちゃ寒がっちゃうんですけれど、まあ外置いとくよりはマシだし、あの常温常湿でポンって置いとくよりは、こういう風に少し囲ってあげたりとかするだけでも、まあ多少は違うのかなっていう風には思ってます。だから高さ面積足りない方は衣装ケースと LED、これ結構いいと思うので、もし場所に余裕があるんだったら衣装ケースもご検討ください。まあ、という風にウツボカズラを育てた時点でまあ沼にはまって場所めっちゃ増やすかまあ一本のやつを切り戻したりして形を整えながら育てるか、まあ常温とかあの特別な設備を使わずに日光の光だけで育てるか、まあもうこの3つぐらいしかないと思うので、まあ、自分はこうこれからウツボカズラをやるんだって方はこういう衣装ケースとか、ああいうグローボックスとか、ちょっとこういっぱいね収容できるような環境を整えてあげるかしてあげてもいいのかなっては思っています。はい、ということで今回の動画ちょっと回答になってるか分かんないんですけれど、切り戻しとか剪定の話はまたちょっと別の動画でね撮ろうかな。うちにそのまだ剪定をしなきゃいけない子がいないのでちょっと動画撮れないんですけれど、一応ざっくりとした私の考え方はこんな感じです。でウツボカズラを育ててる方で周りで多い、まあ、発想としては、基本的にウツボカズラを育てたら沼にはまるので必然的に物が増えるので、まあ、場所も増えると思うんですよね。だから衣装ケース使ったりグローボックス使ったりしちゃった方が私的にはいいと思いますただなかなかそうはいかないって方は、まあ、さっき言った通り常温の栽培を考えてみるとか、まあ、切り戻して少しずつちっちゃくちっちゃく育ててあげるっていう方法かなっては思います。はい、ということで結論がそんな感じです。まあ、なので一個の解決策として私はこういう衣装ケースに LED をおすすめしたいと思います。まあ、ちょっと参考になったかわかんないんですけれど、まあ、これを踏まえてまたご質問あったらコメントいただけたらなって思います。他にもね、こういう悩みをお持ちの方結構いるし、私も今それで悩んでるんですけれど、まあ、結局 LED となんかこういう簡単な衣装ケースがあればどこでも育てられるんでまあ温度管理とか多少必要なものもいるんですけれど、基本的にはどこでも育てられるんで、
まあ、こういう方法を試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は以上になります。まあ、ちょっとでも参考になったら高評価いただけると嬉しいです。まあ、植物なんてねもう何ぼあったっていいですから自分の生活を犠牲にすればどんだけでも育てられるっていうのが植物だし、沼にはまったら多分それも皆さん厭わないと思うので、まあ一緒にね、あの沼にはまりながら楽しんで植物育てていけたらなって思います。私もそろそろまた場所を増やそうかなって感じです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。